にちは、田中です。3月に絶対やってほしい園芸作業を教えます。今回は植物を育てている方、植物を育ててみたい方、3月の園芸作業が知りたい方、園芸初心者の方、そして園芸をとことん楽しみたい方。春先の3月、これは1年間で最も重要な作業がある月と言ってもいいでしょう。特に団地地方の方は3月になればどんどんと植物たちが目覚め動き始めます。また寒い地方の方もようやく雪が溶け、ガーデニング作業シーズンに突入するかと思います。正直なところ今回お伝えする作業、3月に絶対やらないと枯れるっていうわけではありません。ただ確実にこの3月にやる作業は5月の春本番に結果として出ます。せっかく頑張ってきた1年間、春本番しっかりとお花咲かしたいですよね。乗り遅れないようにしっかりとついてきてください。では早速行きましょう。はい、というわけで3月の作業編です。よろしくお願いします。ジッペさん、お願いします。さあ、園芸初心者の方が見てるかもしれないので、ちょっとワンポイントアドバイスで先に言っとくとですね、今回3月っていう表現を使いました、はい、これは分かりやすいように3月って言ったんだけど、実際問題はね、感覚で把握していくっていうのが割とガーデニング重要だったりする。感覚が分かってくると、別に3月じゃなくても、ああこういう仕組みでこうなるからこれやっといた方がいいなっていうのっていう知識が根本にあると、割とどれにもこう共通する項目ってなってくるので、長い目で見たらイメージ、感覚、あと予想、想像っていうのがつきやすくするといいというところで、この3月ってじゃあどういう時期かっていうところだけ言いましょう。じゃあ3月といっても団地もあるし寒い地方もあるんで、全然気温差が違うっていうのもあるじゃないですか。なんで何ともなんですけど、特に3月の団地地方、ここ豊橋、愛知県は暖かい地方だと思いますので、団地代表と言ってもいいでしょう。こういう地域はとにかく3月に入ってくると植物たちが目覚めます。これいわゆる落葉しているものもそうですし、宿根草とかもそうですし、多年草もそう、常緑植物もそう、もう一気に芽吹きっていうのが始まってくる時期で、芽吹きのサインって何を意味するかっていうと、外の生き物たちっていうのが活動シーズンにいよいよ入ってきましたよっていうサインなんです。生き物何かって言ったら植物も生き物じゃん。プラス何がいるかって言ったら、やっぱ虫、あと菌ねとか微生物もそう、そして動物たちもそうですね。目覚める、全ての生き物が暖かくなってくるというところで活動を再開した時っていうところがこの3月であると。特に植物を育てていく上で、この植物が動き出すっていうタイミングの時に何か作業をしてあげると、その後の生育っていうのがかなり変わりやすい。人間で言ったら子供時代っていうのかな、小さいうちっていうところに何かしてあげると、やっぱこう健康に育つとか、行き先を間違えないようにとかって、親がこうちょっと管理という言い方はあれなんだけど、目をかけてこう手を入れてあげるじゃん。そういう時期だと思ってくださいっていうことを考えると、じゃあ3月に何を一番やるべきかっていうのが、大きく分けるとポイントが3つまたあります。まず最初ですね、この3月出始めの時に作業してあげることで植物をきれいに保つことができる。ざっくり言ったら、このきれいって何かって言ったら、何もしないっていう風にすると逆にどうなるかって言ったら、たくさんこう葉っぱが出たりとか枝が出たりとかして大きくなるよね。大きくなりすぎちゃうと困ることって結構ある。大きくなると今度は手に負えないって感じにもなるし、あと葉っぱがたくさん出ると日陰ができすぎるっていうところもあったり、病害虫が住みやすいっていうところもあるんで、まず一つ目、植物をきれいにするイコール剪定とか切り戻し作業っていうのっていうところをやっておくと、その後ですね、出させたい方向にしっかりと枝が出てくるんで、なんか道筋を作ってあげるっていう作業ができる。道筋間違えてしまうと、例えばこう人間だとヤンキーになっちゃったりするじゃん。なりますね、はい、なります非行に走っちゃう。非行に走る。何も親が見てあげなければ好き放題行っちゃうと、放任させるっていう教育方針も僕はいいと思うんだけど、ただ植物の場合は放任しすぎると、その後結構自分が困ってしまうことがよくあるので、この時期にちょっとこう樹形を整えるとか、いらないところを切るっていう、こういう作業をしてください。でポイント2つ目、最初の動き出した時期にこれをやるといいよっていうのが栄養です。この植物の栄養っていうのは年中吸えるっていうわけじゃなくて、やっぱりこう生育期っていうところにあると、しっかりと吸えるっていうところですね。逆に言うと、いらない時にあげてしまうと植物は顕著に弱ります。これやりがちなのは弱ってるから肥料をあげるっていうパターン、これ結構ダメな方が多いと思う。クターってなってるから肥料をあげる、これ良くない。葉っぱがバンバン落ちてるから肥料をあげる、これも良くない。
じゃあどういう時に上げるかって言ったら、そういうことになる前に上げとかないといけない。前に上げとけばその辺の栄養分を吸ってしっかりと枝が出るはずなんですよ。というところで言うと、この一番こう出てくるぞっていう時にご飯を炊いといてあげる。まあ、肥料、この3月はこれ語弊があるかもしれないんだけど、大体ほぼどの植物にもあげていいと思う。まあ、一部例外あるかもしれない。ただ大きく見たら3月にあげてダメっていうことはないと思う。ただ規定量はしっかりと守ってっていうところでやれば、そっから先4月5月特に花が咲くような植物は肥料を吸っといてくれて、そこで花が咲きますんで、すごく効果的です。ポイント3番目、植物が動き出すイコールいろいろな動物たち、虫たち、菌たちも動き出すイコール植物にとっては害虫が増えるタイミングでもある。この害虫っていうのをどの段階で抑えとくかっていうのは、割とその後考えていった時にすごく効果的になります。これもやはり出始め、まあ、害虫たちが動き始めるっていう時期がやっぱこの3月4月ぐらいなんです。で、特に新しい芽が出ると新芽って、まあ、柔らかいんですよ。で、めちゃくちゃ美味しいんですよね。新鮮だし柔らかいし、普段硬くて食べれないものがこの若い芽だったら食べれるって虫たちはそう思います。まあ、特にアブラムシとかつくじゃん。アブラムシなんかは割と早い段階の新芽とか花の芽についてしまうので、なるべく抑えておく。こうしてあげると、これもやっぱ4月5月の花つきに影響してくるんで、病害虫予防っていうのもこの3月ぐらいから、病害虫本当に嫌だな、困るなっていう方はやっておくことをお勧めします。さて、続きましては各植物のメンテ管理の方に行きたいんですけど、その前に今回ですね、大きなジャンル、カテゴリーで優先順位っていうのを少し最初に言っておきましょう。まず大きいジャンルっていうのは植物を育てる環境のことを言います。1つ目は庭で、2つ目は鉢物で、3つ目は室内っていう大きなカテゴリーでまずざっくりと説明しましょう。まず1つ目の庭です。庭作業でこの3月必要なのは、もうこれはね、極端な話全部です。いわゆるきれいにするための剪定、栄養分を与えるための肥料、そして病害虫予防っていう形で、この3つはですね、庭で管理されている方は、まあ、必須になるんですけど、まあ、その中でも一気にできないと思う。剪定やって肥料やって病害虫予防を1日でやろうとすると結構大変じゃん。で、週末だけしか休みがないと、まあ、どれを優先してやってったらいいかっていう話になると思います。で、僕のおすすめはまずこの剪定、肥料、病害虫予防、優先すべきは僕はまず、ね、肥料だと思います。これ以前にですね、まあ、看護への会みたいなやつやった、これをちょっと見直してもらって、やってない方はぜひやってほしいです。この看護へっていうのは結構落葉樹に作用することがあるっていうところでおすすめしました。じゃあ常緑樹はって言った時に、その時には常緑樹はちょっと待ってほしいって言いました。寒い時期に常緑樹に肥料を与えると変に出てきてしまって、寒さで傷むからやめてほしい。ただ常緑樹はこの3月もう一番こう年でたくさんエネルギーを吸いたいっていう季節に入ってくるので、ここでまずバッとしっかりと上げておいてもらう、これがいいです。この肥料がね、逆に4月5月とかって遅れてくると、春に花が咲く樹木系は特になんですけど、栄養分がね、吸収が遅れちゃうってなると、まあ、しっかりとした綺麗な花が咲きにくくなるので、肥料はとにかく有機肥料、ゆっくり効くようなタイプの肥料をもう3月最初でもいいのであげとくことをお勧めします。で、その後に剪定で、剪定まで終わったら病害虫予防っていう流れ、まあ、これで多分全然大丈夫だと思います。病害虫予防は極端なし、もう3月以降であれば4月でも5月でももちろん問題なくて、3月にやらなくてはいけない作業ではないっていうところ。ただ肥料と剪定だけは特にこの最初の時期必要なものがありますんで、優先付けてやっておいてください。はい、というわけで、まあ、各ジャンルにですね、使う、まあ、肥料と薬の方のおすすめ、こういったものがいいよっていうだけ説明の方をしておきます。まず見てもらいましょう、こちらです。じゃんと、はい、というわけで出てきました。お庭でやる肥料、どれをやるかって言ったら、一応肥料は有機肥料と化学肥料ってあるんですけど、お庭の場合はもう完全に有機肥料をあげてください。こちらの方が簡単に言ったら土を傷めないっていうところもあるのと、まあ、ゆっくりと効き出し、植物も3月はゆっくりとこう生育しだすんで、生育に合わせて効いていくっていういい効果を発揮してくれます。そして土の中の微生物たちもこの3月から動き出しますんで、ちょうどいい餌になりますというところで言うと、有機肥料、
その中でもやっぱちょっと花をつかせるものであったらリン酸分っていう肥料が高い肥料がいいです。まあ、これちょっと分かりにくいんだけど骨粉 30% っていう書いてあるのこれがリン酸分になりますんでね、はい。まあ、骨粉リン酸って覚えててください。あとは、まあ、割とすぐに気化したければ有機の中でもぼかし肥料ね、ぼかしって書いてあるような肥料、この辺は結構即戦力で使える有機肥料なんでこの辺をおすすめします。そして薬でいうといろいろありますけど大きくはこうハンドスプレータイプと流状タイプってあるんですけど庭の場合はまずはこちらの流状タイプ、撒くタイプね。撒くタイプの薬っていうのは、まあ、撒いてもらって植物がこう吸収して効果を出すっていうところが特徴的な薬で、もう効果がですねこっちの液体タイプよりも長続きするっていうところで簡単にできるっていうところとやっぱ面積が広いんで撒くのが楽、これシュッシュシュッシュかけ取れんってなってくるんでまず使うのであれば粒タイプで葉っぱが展開だんだんしてきて開き切ったタイミングでかけるお薬はこの辺の液体タイプですね。溶かして使う粉タイプと、まあ、これ液体タイプっていうのがあります。この薬の中でも吸収させて効果を出すっていう薬の方が予防としては適しているので、まあ、代表的なのはこういうオルトランね、これは葉っぱに直接かけてあげることで割と早く効果が出る。で病気の場合は例えばこういうトップジン M っていう薬、まあ、この辺も染み込むっていう作用をするので予防としたらこの辺がおすすめ。はい、続きましてプランターです。プランターの場合もまず優先事項的には1番は肥料、2つ目はやっぱ剪定で、3つ目は病害虫予防ってなるんですけど使う材料っていうのがお庭と少し変わります。はい、肥料の方ですね。お庭の場合有機肥料がいいって言ったんですけどプランターの場合は僕は化学肥料でいいかなと思います。っていうのもプランターは1年に1回とか2年に1回こう土を入れ替えるっていうリフレッシュのタイミングがあるので土をまあ傷めるとはいえまたその植え替えのタイミングでいい土が入るのでそこまで気にしなくてもいい。そして効きが結構早いので草花だと特に化学肥料の方がよく効きます。というところで言うと草花はこの辺の化成肥料、ただまあ樹木なんかも育ってる方もいると思うし有機肥料をあげたいっていう方ももちろんおると思うんでそういった方はこちらの有機肥料これを鉢にあげるっていうのも問題はありません。ただちょっと有機肥料の場合は上にガバッて盛ったりすると不快害虫みたいなのがより安くなったりするのであげるのであれば鉢の周り、鉢のとにかく隅、こういうところね、近づけないこと、隅を軽く掘って入れて埋めるを、まあ、3箇所4箇所ぐらいっていう感じで上げてもらうっていうのをお勧めします。はい、そして薬です。薬は同じく粒状の薬みたいなものは、まあ、入れてもらって問題はありません。あと葉っぱが展開してきたらプランターの場合は薄めて使うっていうやつだと多分容量を持て余してしまうと思います。多分使い切れないってなっちゃいますんでそういった場合は、はい、この辺のスプレー剤ですねを、まあ、シュッ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 とかけといてあげると。でスプレー剤の中でも、まあ、やっぱり長く効くっていうタイプ、この辺は書いてありますね、素早く効くプラス長く効く効果があるものっていうものを優先的に使っていただくと結構予防できますのでこの辺で対応していただけるといいかなと思います。さあ続きまして室内植物です。室内植物の3月言ってしまうとやることほとんどありません。むしろ肥料も、まあ、剪定も病害虫予防も、まあ、そこまで頑張ってやる必要はないのでどちらかって室内にあるものって観葉植物であったりとか、まあ、季節の鉢花っていうのもあると思うんですけど4月5月ぐらい、まあ、特に5月ぐらいあたりからでも作業を始めてもらうタイミングとしたら問題ありませんのでこの3月はまだ寒い日が来る可能性がありますんで普通に防寒対策を取りながらっていう部分での室内管理、まあ、これで問題ないかと思います。ではここから先ですねジャンルごとに植物の管理方法をお伝えしたいと思います。はい、というわけでジャンルごといきます。まず最初一年草ですねの草花の方いきましょうか。今多分現在ある一年草草花っていうと代表的なところだとパンジーとかビオラとかアリッサム、ストックとかノースポールとかいろいろあります。でこれらの植物で必要なのはとにかくまず1個は肥料、これはとにかく開花している間は切らさないであげていってください。切らさないっていうのはどういうことかというと過剰にあげるっていうわけではありません。その肥料効果を切らさない、例えば1ヶ月効くようなやつでもう1ヶ月経ったらまた上げてもらう、まあ、3ヶ月効くようなものでまだ効いてる期間であれば逆に上げないっていう形で肥料の調節の方をしておいてください。特に秋冬の草花は3月から4月にかけて一気にね伸び始めます。これ伸び始めた時に切り戻しって言うんだけど結構タイミングがねわからない方多いと思う。
伸びてきたら切るっていうのは分かっていたとしても、伸びていても花芽をつけてると切れないんだよね。残念ながら肥料をあげるイコール花芽はね止まらないです。なので花だけずっと待ってると、多分5月ぐらいまで花芽は若干少なからずでもどんどんついてきちゃう。じゃあいつ切ったらええんかいって話なんです。切るタイミングの、まあ、僕の目安なんですけど、まず3月の、まあ、中旬から下旬にかけてぐらいを目安に言うと、その段階で切り戻した場合、こうやって今こうついてるね、はい、で結構伸びてるよ、これはこれで伸びてます ね、ビヨビヨビヨって伸びてて、で切り戻したいなと思ってもまだつぼみがこの辺もついてきてるし、下からどんどん上がってくるよね、はい、ってなるとちょっと切り戻したくないなみたいな、どこまでつけとこう、うん、で大体この草花ってバッと切り戻すと次に芽が出て花がつくまでの期間っていうのが、まあ、1週間2週間じゃね多分そうそうついてこない、大体ね20日前後ぐらい、いわゆる3週間ぐらい見てもらうと、まあ、その3週間後にはこう盛り返してくるっていうイメージを持ってもらって、まあ、じゃあ3月の中旬に切ったらいつ咲くかって言ったら4月の大体中旬前後ぐらいにまたこうモリモリモリってなってくる。でそっから今度はじゃあ5月の何日ぐらいまで引っ張れるぞっていう逆算をして切っていくといいかもしれない。切りたければ早い段階で極端なし切ってしまっても花が咲いてくるっていうのっていうのは4月にぶり返してくるんだけど、まだ3月はね若干粘れると思う。はい、で切るタイミングで分かりやすいのは中がとにかく黄色っぽくなってきちゃった場合、これまだとりあえずはそこまでひどくないんだけど、だん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 この株元、こういうところね、特にビオラが分かりやすいかな、これまだ綺麗じゃん。綺麗ですね。綺麗じゃん。こういうタイミングで切ると、まあ、ちょっと若干もったいないかなとは思う。うっすらと黄色っぽくなってきて蒸れてきて、ここの下の方から花が上がらなくなってくるというふうなのも確認したら、もうここなったらバッサリと、もう半分ぐらいとか3分の1ぐらいまでバッと切っちゃう。でお日様をたっぷりあげてあげて肥料をしっかり効かせると3週間後にまたこれ以上に多分バッと増えますので、とにかくサインは株元が黄色くなるっていうのを初心者の方は見ていくといいかもしれないですね。これはパンジービオラに限らずに他のストックとかノースポールとか、まあ、その辺も一緒ですね。例えばストックの場合、ストックはまあ上に伸びるんで株元がそんなに黄色くなるってことはないかもしれない。こういった植物はとにかく花が終わったタイミングでバッと切っちゃう。一回満開を迎えたやつをガッと切るっていう感じの切り戻しっていうのをとにかく繰り返していってもらうと、まあ花が徐々に徐々に徐々に上がってきますという感じで、まあタイミングですね、黄色くなったらプラス花が終わったら切り戻す、これだけ覚えておいてください。はい、続きまして球根植物いきましょう。球根植物はこの3月4月5月で結構もうどんどん花を上げてくる植物、特に今の時期だとアネモネとかラナンキュラスっていうのが入ってます。この辺がアネモネね、まあ、たくさん種類があるんで、なんかこれがアネモネとかラナンキュラスってなんか最近ちょっとよく分かんなくなってきましたけど、これはね球根によってね管理の仕方が若干変わる。変わるっていうところの大きなポイントは肥料です。ここだけちょっと覚えてほしいですね。来ました、ラナンキュラスね。おい、たくさん咲いてるじゃんこれ。おお、ね、綺麗に咲いてます、うん、3月はもうアネモネラナンキュラスはもう結構バンバン咲いてくる時期で、特にアネモネラナンキュラスに関して言うと夏に弱い、夏に腐って枯れちゃうことがよくあります。でこういった夏で消えてしまうような球根で一番管理すべきは特にね肥料なんです。肥料のタイミングっていうのをなるべくこの3月はしっかりと効かしてあげた方がいい。逆に4月5月の5月ももう入ってくるとちょっと危険ぐらい、5月以降肥料が残ってると結構夏に枯れちゃう。どちらかっていうともう4月いっぱいぐらいで切れちゃった方がいい。長く効かせるっていうよりはスパッと切るっていう方がいいので、3月これからまだ花がガンガン上がってくっていう時期にガッと効かしてあげて、もう4月に入ったらピッと止めるっていうことをしてあげると、まあ夏越えをしやすくなるっていうところと、もう花っていうのが5月以降咲きません、ほぼ咲かないので開けてもまず無駄。逆にこれから咲く直前にしっかりと開けた方がその時期はしっかりとできますんで、ということを考えるとゆっくり長く効く肥料っていうのはあんまり必要ないかもしれない。速攻性ですぐ終わる、まあ、極端に液体肥料みたいな感じが非常にいいかなっていうところですね。あとはこう花が終わったら花の首の下ね、根元で切り戻す、これ草花全体に言いますけど花柄とかねっていうのを取ってあげると次が咲きやすくなるっていうところで、特にアネモネラナンは肥料を残さずにするためにもこの3月には1回逆にあげといてもらう、これがおすすめです。逆にチューリップとか水仙とかムスカリいきましょうか。
はい、例えばもうこれ可愛いね。おい、やっぱチューリップって可愛いよね。咲くとね、可愛いですね。何なんだこの可愛さ。幼稚園とかさ、保育園の時に刷り込まれてるもんでかな、これ咲いた咲いたチューリップって歌ってたじゃんこれ絶対あるよね、記憶にね。知らない人はいないですからね。ねえ、でもう可愛いじゃんこれね。そんなことはあれさておいて、はい、管理ねチューリップとか水仙とか、いわゆる夏をちょっと越しやすい植物たちっていうのは、逆に肥料っていうタイミングっていうのを、この花が咲いてる時は逆にいらないです。なのでもう3月とかでこうやって咲いてるような感じであればもう切らしてもらっていい、はい、ただあげるタイミングをアネモネとかラナンキュラスとは逆で、花が終わったら花首を切る。ここで切っちゃいかん、根元で。葉っぱを残す形で花だけ切る。そうすると今度葉っぱが残るんですよね。葉っぱが残ってる状態で肥料をあげるんですよ。こうしてもらうと、この残ってる葉っぱで肥料を使って球根を太らせるっていう作業をしてくれる。そうすると逆に球根が大きくなって強くなったり、分球地ってこう株分けみたいに株が増えることがあるね、植物によっては。そのようなことをしてもらうと、また来年大きく咲いたりとか、たくさん数が増えてまた咲くっていうことができたりするんで、肥料を花後にあげる、これがチューリップ水仙ムスカリとかこの辺に必要な作業っていうところで、分かりにくいかもしれませんけど、アネモネラナンキュラスと他のちょっと草花類の春に咲く球根類、肥料のタイミングだけちょっと違いますよっていうところ覚えててください。はい、続きまして宿根草いきましょう。宿根草3月はですね、いい時期に入ってきます、はい、今までの1月2月とかは、まあ、何もいじらずそのままほかっといてくださいよって感じなんですけど、宿根草3月になるといよいよこうググッと動き出す時期で、動き出す時期何ができるかって言ったら、宿根草の場合は、まあ、植え付けもそうですけど、移植とか株を分けるっていう作業がこの時期ならできる。逆にもう4月に入っちゃうと、このような作業はどちらかというとやめてもらった方がいい。あと切り戻しができてなければ、切り戻しをしていくといいと思います、まあ、例えばね、もう3月に入ってくると宿根草類下から動き出します、こうやって、まあ、例えばこの辺ね、見てもらうと分かんないけど、この株元から新しい芽が出てきてる、こうやって。あ、出てますね。ね、もう新芽を見てもらうと確実に分かります、こうやってね、はい、ってなったら、これ出てきてる不要なところっていうのは、極端に地際みたいなところ、こういうところで切り戻していい、こうやって、はい、すっきりさせてあげるね。ちょっとこれかなり太いんであれですけど、この辺も地際できるか、こっからも出てくるんで、ちょっと立ち上げたければ、まあ、この辺でカットって、まあ、軽くメンテナンス、よいしょ、傷んでる汚いところね、はい、中なんかを取り除く作業、まあ、この辺もそうね、こうやってもうダラーンってこう今なって暖かいんで、このまま超えちゃいましたけど、これ下からこうやって出てきてる、こうやってね。あ、ですね、うん、株元から結構綺麗な枝が出てきたら、もうこの辺は地際で切っちゃってるね、こうやって。この辺ね、こっちだけ切っとこうかという感じね、はい、にしておいてあげると、またここから綺麗な枝がダーって出てきます。逆に何もしないとどうなるかっていうと、何もしないとそんなに枯れることはないんだけど、このビヨンビヨンっていうところから変に出てきちゃうってなってくると、まずはね、綺麗に育たないね、汚くなっちゃうね。ここは軸があんまりこうもう古くなっちゃってきてるんで、なるべく宿根草は毎年毎年新しい力がある枝で出してもらった方が、花もしっかり咲くし、容姿が結構整います。ダランダランだと余計にまたこう伸びてきちゃって、ダランダランになっちゃう。でダランダランになると宿根草よくあるのが、まあ、倒れてしまうとか、ガッと潰れてしまうとかっていう形になるので、こういうふうにちょっと一回リセットかけてあげるねっていう作業も、この3月は非常にいい時期です。あと肥料ですね。肥料はあげてもらっても問題ないんですけど、宿根草類の根っこっていうのってあんまり強くないんで、化学肥料みたいなちょっと強めの肥料をたくさんガーってあげるよりは、できるだけ有機肥料を使うか、まあ、液体肥料をちょっと薄めてもらうみたいな形で、優しい肥料でこの3月施してやってあげると、まあ、ゆっくりと効いてきますんで、やるなら、まあ、庭の場合は特に有機肥料をおすすめします。さあ行きましょう。山野草行きます、はい。まあ、山野草自体はですね、特にこの年間を通すと、まあ、2月3月が比較的こう販売もあったりする。今の時期見てもらうと、まだね芽が出てきてない。こうやってこれ本当に入っとるんかいみたいな話なんですけど、はいはい、中に株が入ってます。で早いともうこういう風に芽が出てくるっていうタイミングでもあるんですけど、お庭とかで育ってる方でもまだ芽が出てきてないタイミングであれば、これは掘り上げて移植っていうことができたりとか、
株が大きければそれこそ株分けみたいな作業っていうのが山野草この時期、まあ、いわゆる3月の言っても中旬までぐらいだったらちょっと粗い作業してもらっても問題ありません。で肥料も芽が出てくるタイミングで欲しがります。ただこの山野草は宿根草みたいに根っこは強くないのであんまり強い肥料を与えると肥料でね弱っちゃう。なので固形肥料をあげる場合も多分後ろに書いてあるとは思うんですけど書いてなければ草花の、まあ、約ね半分ぐらいだと思ってください。あげる量それぐらいでちゃんと効きます。むしろね何もあげない方がいいかもしれないぐらい。怖ければもう有機系の肥料こちらをあげてもらうか液体肥料を、まあ、2000倍ぐらいの、はい、もう限りなく薄くかけてもらう、まあ、こうしてもらうと確かに肥料があればね株は大きくなりますんで、まあ、全くないよりも育ちは良くなります。というわけでちょっと山野草をやってる方少ないかもしれませんけど、まあ、この3月はいろいろとできる時期ではありますんで覚えてください。はい、続きましてクレマチス軽くいきましょうか。はい、クレマチスは、まあ、一応宿根草といえば宿根草なんですけど、まあ、この3月になってくるといよいよこう芽が出てきたりします。でまだ剪定してない方であればちょっと剪定の方だけは割と早めにしてもらった方がいいかもしれません。これ系統によって切る位置っていうのが変わってくるので、まあ、以前クレマチスの動画作りましたのでもし深く知りたければ、まあ、こちらの動画を見ていただければ結構です。あとは誘引作業とかっていうのも、まあ、なるべく早めがいいですね。芽がね出てきてしまうと結構こう栄養分と水分吸った枝になってくるのでパキンってね折れてしまうこともあったりするので、まあ、枯れてる状態でなるべくこうグッと誘引しとくっていうところと、まあ、肥料の方も、まあ、お庭の場合だったら有機肥料でいいんですけど鉢の場合だったら化学肥料みたいなものを使ってもらうと、まあ、目出しも良くなりますんでおすすめです。あともう芽が動き出すと思いますんで移植とかっていうタイミングはちょっと難しいかなと思いますんでお庭の中での移植っていうのは、まあ、できるだけやめてください。はい、続きましてクリスマスローズです。クリスマスローズは、まあ、3月多分花が一番咲く時期かなと思いますんで特別肥料はあげてなければぐらいであげていれば全然あげる必要はありません。ただ花がよく咲くんですけど種をよくつけます。これクリスマスローズは、はい、で種つけると次の花の上がりがちょっとやっぱ悪くなってくるので種をどうするか問題ってあるんです。これ取りたければ取ってもらってもいいんですけどできればクリスマスローズの花の期間の最終段階ぐらい、まあ、いわゆる4月とか5月ぐらいでいいのでその辺で残す種っていうところを種取りすればいいと思いますんでまだ3月はつけるにはちょっと早いかなと思う。なのでついてしまったらこんな感じでこの辺がどんどんぷくっと膨らんでくる。これが膨らみ出すと栄養分がこっちに持ってかれちゃうという形になるんでこの辺もついちゃってるね。終わったらこの地際ここで切り戻す。これは まだ額は綺麗な状態で残りますんで、まあ、ドライフラワーにしてもらっても花瓶に入れてもらってもいいです。逆にまだこの状態で寂しいので残しときたいよっていう方もいるかもしれない。そういう方はここの種がついてるところここ、はい、ここを切っちゃう。切っちゃいすれば栄養分っていうのがここには持ってかれない感じになって額だけこうやって残せますんでとにかくこの種のところだけこういった感じでやっちゃうっていうのも1個の手法ではあります。まあ、なるべくこの種ちゃんをねつけさせないような形の管理をするのがいいかなと思います。あとクリスマスローズの植え替えとか株分けとか移植っていう作業も、まあ、3月ならできないことはないのでやるのであればこの3月中にそれらの処理っていうのを行っておくとベストです。さて続きまして多肉植物類です。多肉植物3月ですねそこまでこうやらなくてはいけないっていうことはないんですけどやっぱあったかくなってくるとしっかりと植物動きますんで水っていうのが2月に比べたらやっぱちょっと欲しがる時期でもあります。とはいえね乾ききるまでは待った方がいいのでここは鉢を見たり土を見たりで水分はとにかく過剰にならないようにしてほしいのとあと日光と肥料っていうのが、まあ、割と必要なものもあったりします。で特に日光もう日光は欲しい季節になってきますんで、まあ、しっかりと日光浴できるような環境に置いておいてもらうプラス、まあ、できるのであれば肥料分これはね化学肥料でも問題なんだけど多肉の場合は液体肥料の方がかけやすいかなと思います。特に粒系だとね言ったら置けないと思うんですよねその周りに置けないですよねこういうところにじゃあどうやって粒を置くかっていうとこう粒が触れた状態にずっとなっちゃうので、はい、できれば液体肥料を薄めてもらって、まあ、水やり代わりに2週間に1遍とかぐらい乾ききったらあげるっていうことをやってもらうと、まあ、ちょっとグググッと大きくなりますんで、まあ、とにかく日光浴
まあ、こちらを優先して作業するといいと思います。さあ行きましょう。続きましてお野菜類です。お野菜類3月は早ければ夏野菜が下旬ぐらいに出てくるんですけど、はい、多分上旬中旬は、まあ、そこまでこう夏野菜の苗っていうのは出てこないと思うので、植え付け時期っていうより、まあ、ここはしっかりとね土壌改良、土作りの時期に当てていただくことをお勧めします。土壌改良の回またどんどん出してきますのでチェックください。その中でも苗よりも球根類っていうのがお野菜類どんどん入ってきてます。まあ、例えば代表的なところで言うとジャガイモ、こちらもありますね。ちょうど3月ぐらいから植え付け時期に入ってくるので、これ、ね、特に春先に植えるジャガイモは大きなジャガイモ、こういったものは、まあ、芽の部分確認していただいて切って乾燥させて植えるっていう、1個から2個とか3個取れるっていう形の工夫で植え付けの方ができますので、まあ、そのような処理をして植え付けていっていただくっていう段階に入ってくるんですけど、まあ、ただこれもやっぱ土作りしてからっていうところがありきなので、まずは土作り優先するがいいかなっていう気がします。ほらほら、もうなんか新しい自然薯とか山芋とか続々とこの3月はいろんな野菜類が入ってきますんでね、まあ、乗り遅れないようにしっかりとした土作りやっていきましょう。で続きまして種です。種の方ですね、もう今続々と入荷があってもう撒けるものがあったりします。ただ3月に撒く種って露地で撒くとまだ寒暖があって、特に芽が出てきたタイミングって結構弱かったりするので、しっかりとこう芽出しは防寒を取りながらの種撒きっていうのをやっていただくのがいいかなと思います。逆にちょっと防寒不安だよっていう方は、まあ、若干遅らせて来月ぐらい4月ぐらいに巻くと割とこう路地で育っていっても枯れずにしっかりと育つことができますんで、この3月は防寒対策っていうのをしながらの種まき、まあ、こちらをお勧めします。さて続きましてハーブ類です。ハーブ類はこの3月特別やることはないんですけど、大きなところで言うとローズマリーとかラベンダーがありますね。まあ、これは特別やる必要ないんですけど、ご自宅であるラベンダーで傷んだ葉っぱとか木とかってあったら剪定できるタイミングでもあるので、まあ、ちょっと葉っぱの方をしっかりとこう取ってあげて、こういう風に下からもう出てきてるところ、ちっちゃい実がある、ありますよ、この辺の上で切ってもらうと綺麗な葉っぱがこう出てくるので、一段落としたいっていう場合だったり、まあ、ちょっとここが全然葉っぱがスカスカでないよとかってなってきたら、まあ、場合によったらこういう新しい芽のところ位置まで深くこうガッと切ってもらうっていう作業は、まあ、この時期特に3月の中旬までぐらいはしっかりできますんで、まあ、剪定をするっていうのもいい時期になりました。肥料の方は特別ハーブ類たくさんいらないので、あげるのであれば有機系の肥料を、まあ、少量ぐらいの感じで与えておいてあげれば十分生育はします。さあ続きまして室内の方をいきましょう。まあ、室内の方はそこまでやることないって言ったんですけど、まあ、例えば今入ってるものだと、まあ、今日はサイネリアね。でサイネリアはこうやって満開になるんですよね。この花がバッと満開になったら半分ぐらいの位置でこういったところね、花のところバツッと切っちゃう感じにすると、また下から枝が出てきてもう一回ぐらい夏前ぐらいまで咲くと思いますんで、花をつけっぱなしにしなくて、あの切れるようだったら一回満開をガッと切っちゃうみたいな形で2回咲かせるっていう方法を取っていただくのもいいと思います。まあ、逆にでもつぼみがまあついてるようだったら、まあ、そこはちょっとまだ切らずで、まあ、しっかりとこう満開まで咲かして、ちょっと若干傷んできたなっていうところでもう株半分ぐらいまでズバッといってください。で他のこう花がついてるような鉢花類でしたら、やっぱりここは肥料の方をあげといてもらうと花は止まらずに咲きますんで、室内の場合だと油かすよりも化成肥料のちょっと大粒タイプ、IB 化成みたいなタイプが、まあ、一番使いやすくて長く効いていいかなと思いますんで、 IB 化成あげてなければ鉢の周りですねに適量を入れておいてあげることをお勧めします。さあ行きましょう。続きましてランですね。ランは植え替えはまだ早いんですけど、どのランももう肥料を欲しがってくる時期に入ってきます。でランの場合特に液体肥料が使いやすいかなっていう気はします。まあ、特に水やり感覚で液体肥料を薄めてもらったものをしっかりあげる。ランも山野草みたいに濃い肥料を嫌うので、適量っていうのが多分液体肥料の後ろに溶卵類って書いてありますんで、その希釈でまあしっかりとやってもらう、まあ、これがベストですね。植え替えは5月ぐらいまではちょっと待ちましょう。さあ流れまして観葉植物類。観葉植物3月はね特別やることはありません。2月からの引き続きでいいんですけど、やっぱ外の気温が上がってくると、まあ、いくら室内とはいえやっぱ若干こう温度体感変わってきます。植物結構気づくの早いので、特に顕著に変わってくるのが水やりっていうのが2月よりも水吸うようになりますんで、まあ、ここは鉢をちゃんと見てもらってしっかりかけてあげることがいいかなと思います。
肥料はもうちょっと粘ってもらって4月とか5月に入ってからぐらいでも観葉植物類は全然問題ないので、3月は2月引き続き、まあ、しっかりと水が乾いたらあげる。で、受け皿なんかに水が残ってると根腐れまたこの季節特に出ますんで、水はしっかり抜いてもらうっていう管理をしてもらったり、もし余裕があって気温が最低気温が10度を下回らなければ外にちょっと出してあげるみたいな日光浴もお勧めします。まあ、ただね、直射日光がいきなり当たると葉焼けする可能性があるので、もし外に出される場合は若干日陰になる感じぐらいの位置で外に出して風を通してあげるっていう、こっちのリフレッシュをしてください。日をガンガン当てるっていうのはいきなりはちょっと怖いので、それはやめてもらった方がいいかなと思います。さあ、続きまして樹木類の中の落葉樹いきましょうか。はい、落葉樹は3月になってくるともう芽が出始めてきてるものがあるかもしれません。そうなってくるとね、剪定をあんまりこうバツ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 切ると若干弱る可能性があるので、もう芽が出始めてきたら、まあ、切るのを特に大きな枝、まあ、これはねやめてもらった方がいいと思う。切るのであれば6月か夏前ぐらいに葉っぱがしっかり出てちゃんと硬くなってからだったらまだこう切れるチャンスがありますんで、もう動いてる場合は落葉樹の剪定、まあ、これはちょっと NG で、肥料の方も上げていれば上げる必要ありません。上げてなければ、まあ、言ってもこの時期こう芽が出てきますんで、芽出し肥みたいな形で有機肥料、まあ、こちらを株の周りですねにしっかり上げてもらった方がいいかなと思います。あと移植なんかも特に落葉樹はこの3月とか4月に入ってくるとやっぱここも傷んでしまうので、植え替えなんかの特に掘り上げての移植、まあ、これは3月も上旬ぐらいまで、でも中旬以降は、まあ、これもやめてもらった方がいいかなというところで、まあ、若干やることはあんまりありません。ただ常緑樹に関して言うとちょっとやることが増えますので覚えておいてください。はい、常緑樹ですね。常緑樹は落葉樹と打って変わってこの3月は作業するのにはめちゃくちゃいい時期に入ってきました。で、何の作業をするか、まあ、一つ目はね、剪定です。はい、剪定は結構しっかりとやってもらっていい時期になりますんで、この時期を逃さないようにしてほしいです。これやっぱりね、4月5月に入ってきてガツンと切るとやっぱ常緑樹も傷んだりしますんで、この動き始めの時期、今度常緑樹はダメージがね少ない、落葉樹とはちょっと逆の発想で思っていただくといいと思います。というところでの剪定と、あと肥料、こちらはもう3月しっかりと上げてもらった方が、これも4月5月の葉っぱが出るっていう力と花芽っていうのがもうねこうやってついてきてる樹木ってあるよね、こうやってね、こういったものが栄養を吸ってくれてしっかりと咲くようになりますんで、まあ、これも庭だったら有機肥料プラス移植っていうのもするのであればちょっと早めにでもしてもらうとまだ大丈夫な時期ではあります。ただ新芽がこう出てきて伸び出しちゃうと移植っていうのはちょっと怖かったりするんで、ここは様子見てですけど動いてなければ移植可能というふうに覚えておいてください。はい、最後ですね、バラです。まあ、バラ苗物の方の販売が3月はまだ全然あります。で、苗物をこう植え替えるとか移植するっていうのはこれ全然時期的には問題ないので、買った苗を鉢に植える、土に植える、これ全然問題ありません。特にでも地植えする場合だったら割と早めに地植えしてしまった方がいいです。これ鉢で管理してる期間っていうのがちょっともったいないのと、やっぱ芽が出てくる時期で根がこうやって動きたい時期であったりするんで、開放感がある路地ですねにしっかりと植えてあげるといい時期かなと思います。あと、まあ、芽がね今こんなぐらいじゃんね、ちょっとまだ早いかなとは思いますけど、もうちょっとこう展開しっかりとしてきたら、葉っぱが大きくなってきたら、もうこの辺大きくなってきてるね、大体ですけど20度ぐらい前後ぐらいっていうのが、まあ、1個の発生を確認できるぐらいの気温になるんですよ。なんで最高気温っていうのが18度19度あたりをこう前後するような日が1週間ぐらい続くと、これ多分虫つきますんで、そうなったらもう一回ちょっと前もって薬をかけとくっていう作業をするといいかもしれませんね。特に病気に関して言うと3月から4月ぐらい花が咲く前っていうのかなにしっかりとかけておいてあげると、一番花がバーッと開花するし終わるぐらいまでは多分結構持つと思うよね。なので年間で減らしたければ、まあ、3月下旬とか4月上旬ぐらいに1回薬剤散布してちょっともうあとは様子見かけって感じでもいいかなと僕は思います。はい、というわけで今回の川目くんがチャンネルは3月にやるべき作業、こちらを特集しました。よかったかな、参考になったかなと思うので、ぜひともグッドボタンの方よろしくお願いします。あと、あなたの3月の作業ありましたらコメントで教えてください。川目くんがチャンネルではこのように季節に応じて管理方法の方を特集します。よろしければチャンネル登録もお願いします。この動画は大好評の余談です。おまけトーク余談です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。さて3月ですね、はい、まだまだ忙しい時期が続きますよ。これ
そうですね、やることがどんどん出てきますね。やることが出てくる。3月は特に僕らはまあ今年みたいにあったかいと極端なし、なんか全然特にさ愛知県なんか雪も降らんけや霜も降りんじゃん、うんうん、なんで植え付けもそうだし、まあ、剪定もそうなんだけど2月中とか全然できちゃってるわけね。そうです ね, ね、その中で3月なんで、なんかルーティン的にはそんなにこう3月いよいよって感じじゃないじゃん、なんか雰囲気。ただこう雪どけエリアの人たちよ、うん、これがさ結構あれじゃない、雪解け待ってましたみたいな感じでぐわーっとなんかいろんなことをさ、はい、落葉樹剪定しんとか宿根草やらんとか土作りやらんとかみたいな、すごく大変になると思いますが、やっぱなんだかんだ言って多分ねあれだよね、あーそうだ、もうこれちょっとね木に表現したら良くないかもしれないけど、団地地方はね常緑樹なんよ、はい、で寒い地方の方々は落葉樹なんよ。あーそうかも。落葉してる間にパワー溜め込んで、うん、目出しの時期で爆発させてくる、うんうん、これが寒い地方のエリア。常緑樹の人たちは寒くてもぼち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 活動できるんで、うん、栄養分分散しながら、ただその3月4月になっても爆発するっていうよりその流れでこう盛り上がっていくって形なんで、ほら常緑樹側確かにあの寒い地方の落葉樹、はい、自分たちはこういうサイクルだって思ってもらったり、まあ、自分にこう置き換えて植物考えていくと、まあ、今回のこの春先っていうのもそうなんだけど、月にとらわれずともね、うんうんうん、なんとなく感覚で、あこうなったからこういう風にしとこうみたいな感じをまず基本でやってもらって、そっからはまあ個々やっぱり言っても植物一個一個特性があったりするんで、ピンポイントでこれはこの時期にやった方がいいっていうのも中にはやっぱありますんでね、まあ、そういったものを予備知識で貯めていくっていう形がいいと思います。というわけで落葉樹の皆さん、そろそろ起きる時期です。園芸楽しみましょう。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。